基本的にできるだけ毎日、いい斜面をいい雪で滑りたいなっていうのを第一に考えて動いてるかな。そのために毎日天気予報をチェックして、どこが降ってるかとか、いつ晴れるのかっていうのを一日に何回もチェックしてて、でバックカントリーだったら実際狙ってる面になるべく張り付くようにして、雪の状態を見て、でなるべく雪崩のリスクの少ない最高の雪の状態の時を当てれるように動いてるし、逆にスキー場だったらそこまでそんな雪崩のリスクを気にする必要がないから、まあ天気予報で雪の状況をチェックして、あとまあローカルに雪の状況を聞いたりして情報を集めて、なるべくいい状況のスキー場に滑りに行くようにしてるかな。でもまあシーズン中毎日雪が降ってるわけじゃなくて、最近だとやっぱりハイシーズンでももう雨とか降っちゃって、でその後晴れて何日かカリカリの日とか続く日とかもあって、まあでもそんな日でもやっぱり滑りたいから滑りに行くし、でも硬い斜面でも滑ったら滑ったで面白いから、圧雪が綺麗そうなところに行って、まあその状況で気持ちよく楽しく滑れるようにしてるかな。